行くぞみんな。続けていこう。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。続けていこう。みんなよく頑張ったね。ああ、来たか。待ってたぜ。さっさとあのデカブツを片付けるぞ。お宅のお仲間にゾロゾロ来られるとよっこいだからな。ああ、そういやスエドウから聞いてるぜ。お宅がエグザモンを弱らせたんだろ。やるじゃねえか、電脳探偵。うん？ああ、こいつか。こいつが気になるのか。結構便利なんだぜ、こいつ。イーターだって、デジモンだって。ひょっとしたら、人間だって。俺さ、とにかく、食って食って食いまくりたいんだ。腹が減って、腹が減って、仕方ねえからさ。食えば食っただけ力が手に入る。でもって、心は何も感じなくなっていく。不思議なことにこれが意外と悪くないんだ。意外引くか、引いてんのか。強くなってどうするって。ま、そんな大それたことをやろうってんじゃねえよ。俺ずっとやり残してたことがあったんだ。それやっと思い出したんだ。だからそいつに蹴りをつける。そのために力が必要なんだ。もっともっともっと、だって俺思い出しちまったからさ、もう逃げらんねえ。逃げ道はどこにもねえんだよ。だから前に進むぜ。何があっても俺はもう逃げたりしねえ。ってなことはいいじゃねえか。そうさ、いいんだよ。もう今やるべきなのはこのデカブツの始末だ。さあ追っ始めようぜ。
君がいてくれてよかった。こいつはさすがにデカすぎだわ。いくらなんでも食い切れねえや。なんだ、言いたいことでもあんのか。ま、言わなくても大体わかるけどな。つーか、自分でもわかってるんだ。あいつに利用されてるかもしれねえってよ。ぶっちゃけいろいろ考えるのに疲れちまったんだわ。結局俺はまだまだガキなのさ。8年前から何一つ成長
をしてね。かだったらガキはガキなりにさ、利口な大人の言うなりになって賢く生きてやる。そうすりゃ欲しいもんが手に入るんだ。きま、そういうこった。がっかりしただろう。今までこんなのとつるんでたんだからよ。けど見ててくれ、俺は変わる。俺はもう俺をやめるわ。ご苦労だった。しかし弱体化したとはいえ、あの狂える竜を撃破してしまうとは。やはり私が見込んだだけのことはあるな。さすが私だ。さて、活動を停止したエグザモンだが、現在はマグナモンたちが監視している。再び動き出す心配はないだろうとのことだが、万一のためだそうだ。これは君とデジモンたちの絆が成し遂げたこと。ロイヤルナイツの戦闘能力は愚か、信念や猛襲をもしのぎくじくところまで成長した。誇らしく思いたまえ。ん？どうした？真田新が気になるか。なるほど、君ならば喚起されて叱るべき心理作用だ。彼もまたロイヤルナイツに被験するほどの戦闘能力を得た。情動ではありえないほど急速にな。その力はいずれ、いやすでに我々の新たな脅威と言えるかもしれないが、彼のことは君に一に君らしく半身の体当たりで解決したまえ。きっとそれが最善の道に違いないからね。こんにちは。その実はリエさんの、いえロードナイトモンの居場所が分かりました。神城のエンジニアたちに協力してもらって、東京全域のデジタルウェーブ状態を解析した結果、秋葉原で起きているデジタルシフト現象にデジタルウェーブを操作した痕跡、その痕跡をたどった先にロードナイトモンを示す反応があったんです。だからその秋葉原に来てください。事件もいよいよ佳境に入ったか。敵対するロイヤルナイツはドゥフトモンおよびロードナイトモンを残すのみ。その一方の居場所が特定できたのは大きな前進だ。至急秋葉原へ向かって。